セクシーゾーンの新曲、人生優位が、10月14日にスタートする菊池風磨主演ドラマ、ゼイチョー、チルダ、払えないには訳がある、日本テレビの主題歌に決定した。同作は、税金滞納者の、お金と心に寄り添う徴税吏員の姿をスリリングに描くヒューマンエンターテインメントドラマ。菊池風磨が主人公の相葉雄一郎、山田杏奈が相葉のバディ、同目企画を演じる。人生優位は、12月13日にセクシーゾーン通算25枚目のシングルとして発売される。スピード感のあるメロディーの中に登場人物たちの背中を押す強いメッセージが込められた楽曲で、ラップパートは菊池が担当。相葉と菊池のリンクした歌詞が綴られている。また、明日10月13日から日テレドラマ公式 YouTube にアップされる予告映像にて、主題歌音源が初公開される。さらに、10月13日の朝から、ZIP00 ヒルナンデスと続く菊池と山田による電波ジャックでも楽曲を聴くことができる。セクシーゾーン菊池風磨コメント。今回のドラマ主題歌はスピード感があって思わず走り出したくなる曲です。その勢いとスピード感に普段なかなか言えない言葉にしづらいこと、そしてスカッとする詩を乗せた音楽の力強さを最大限に発揮した曲になりました。ラップに関しても今回の役、相葉にもリンクしていて、相葉の言葉でもあり、僕、菊池の言葉でもあり、両方の側面がある絶妙なものができたと思います。ドラマの登場人物の背中を押し、僕たちセクシーゾーン自身のことも鼓舞する曲になりました。そして聴いてくださる皆さんが、胸を張って、この先歩んでいこうとする際の追い風になればと思います。